さ、はい、追いつきましたけど、一応青春18切符の成功法はここから糸崎取り替えなんですよね。だね、私あれ2年前かに乗ってますけどね、一つ分かってることがあります。ここからね、岡山までね、下の電車で行こうとするとね、まあ大変だと、何分発？59分発。あ、59分発ですけどね、さすがにね、これで行くと相当時間がかかるんで、せっかくだから新幹線使おうかなっていう気もしてます。まあ、もうね、前に何だったっけ、五日市から四日市まで帰る動画やったか、それ五日市駅と四日市駅を間違えてしまったっていう動画でね、もう取り上げてますからね。でしかもこれ五崎からまたさらに乗り換えて乗り換えてで結構時間がかかるっていうの分かってますからね。ですからこっからだと、ああこっち側だったとか、あいよいから、岡山までね、だから今あ番車ポイントになってます。こっちのね、熱海五里の方からこうやってスーッていくっていうパターンなんですけどね、スーッと書いてありますけど、実際に地図見てみるともうぐんにゃぐんにゃすごいですからね、めちゃくちゃ山向きがされるんで、よし、ここはブルジョワジーに使いましょう。新幹線、こっから新幹線乗り換えができるんですよね。なかなかない人ですからね、相生で乗り換えすることって。で、相生からだと新幹線は一駅扱いなんで、そんなに高くなく乗れるはずなんですよ。なんでね、ちょっとここは使っとこうかなと。よいしょ、すいません、いいですか。はい、で、5時やろ、新幹線乗り場ってどっちなんやろね。相生駅こんな感じなんや。まあまあ新幹線駅って考えるとすごく質素ですよね、うん、向こう側なのかな。あ、でも綺麗だ。こんなスペースとかで、こっち側なの？どうなってんの？この上が新幹線乗り場。え？どうたどり着くんだこれは。全然わからん。あ、新幹線はもうあれなのか。あ、これ本当に新幹線乗り、あ、新幹線は本当に向こうから買わないとき入る感じか。何分だ、次何分、次に。今ガー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 って聞こえたのが新幹線か。全然あれか。全然急かなあかんかったんや。ちょっと時刻表の方で見とこうかな。しかったな、1時間に1本か。でめちゃくちゃアクセスよく作ってあったんですね。
ですから新見ってどこまで行けるの？こっから先取りたいな。新見ってどこだ？あー素直にあれ言うときよかったな。まあ、とりあえず30分、どっちにしろ30分以上時間あるのか。17時28分だもんな。次新見雪、新見雪でいいんだよね。大丈夫だよな。ちょっと一応調べとこう。18時のやつだとこれ18時16分やから、でもせっかくやしここだけでも新幹線使っとこうかな。ちょっと駅前ブラッとしましょう。愛用駅ってもなかなか来ませんからね。何もあるんや。愛用駅何があるんだ。駅前どんな感じなんや。そうだった、今回は最初に言ってましたもんね、自分でそんなのんきにいろいろ見て回る余裕ないはずだって言ってたのに、ついついやっちゃうんだよな。ついつい置いたくなっちゃうんだよな、こういうところ。なるほどな。まあまあ、そこそこお店もある感じなのかな。なるほど、なるほど。やばい。おー、あ海の町なんね。イカリがドンと置いてある。これなんか、なんかのやつなんかな。船のイカリですね。アンカーですね。で、ただ伊豆高校とかに行くやつはあるみたいですけど、食ったな。めちゃくちゃ、でも冷静に考えてみるとすごくあのアクセスよく作ってありますね。あれでもうそのまま待ち時間なしで岡山の方に抜けることも、切符ねちゃんと買ってあればもうあのまま乗り換え口からねストンと行けるよっていう形やったんで。でもあれですね、新幹線専用の乗り口がないんですね、愛用駅は。それもそれでかなり独特な作りなんで面白いですけどね。で、ラムがあって、こんな感じなんですね。ちょっとカメラを遠景用に変えようかな。